はい、今日もね、ネタが切れたんで、マック食いやーす。はい、買ってきましたね。まあ何を買ってきたかはね、今から出すから、黙って聞いといてほしいんだけど。はい。16日かな ?16 日に発売されたこれ。はい。一口チュロスっていうのと、あとね、僕の大好きなハンバーガーを買ってきましたね。これですね。はい。フィデオフィッシュね。はい。今日はこれを食いやす。はい。まあね、日頃はね、僕こういうのは食わないんですよ。基本はね。あ、ちょっと、やべえ、パソコンついちゃった。なんだけど、ちょっと今日ね、実は、錬金が終わったんですよね。錬金が終わったんで、ちょっとね、心の栄養ということで。はい。まあ日頃食わないから、ちょっとね、久々にちょっと食べたかったんで。で、本来は僕ね、このフィレオフィッシュは、2番目に好きなバーガーなんですよね。前まではずっと1位だったんだけど、炙り醤油肉厚ビーフが登場してからあれが一番なんだけど、今日はその炙り醤油とこのフィレオフィッシュを2個食ってやろうと思ったんだけど、僕がね、よく行く、近所のマックが、炙り醤油肉厚ビーフね、なんか休止?まあ、売り切れじゃないけど、その日の売り切れ。そう。そう。その日、その店舗で売り切れだったんで、そう。結局ね、炙り醤油は買えずに、フィレオフィッシュだけ買いましたね。いや、めっちゃ久々、マジで。フィレオフィッシュ食うの久々っすね。まあ今日はこの新登場の方をね、そう、食べたかったんで、これをね、レビューしたいと思います。はい、もうネタ切れなんでね、もうこれ食って感想を喋るっていうだけの動画なんで、はい、クソ動画です。はい。あ、思ったよりちっちゃい。まあ、こんなもんだろうとは思ったんだけど、で、だいぶね、ちょっと距離があるんで、近所のマックって言っても、だいぶもうね、暑くないです。はい。まあ、暑くてね、もう暑くなくて全然いいです、僕は。もう猫舌なんで、アップルパイとか、出来たて食うと本当、中のなんて言うんだろう。そう、中のアップルパイの、あれなんて言うんだ、中に入ってるやつ。そう、ソースっていうかわからんけど、あれが思いっきし熱いやつが口の中に一気に入ってきて、舌を何回も火傷したことあるんで、そう、僕ね、もうこんぐらいの暑さ、もうだいぶ、なんか、ぬくくなってる感じ。そう、暑くもないし、冷たくもないみたいな、この感じの温度が好きですね。うん。オッケーす。あれ、今日はふーってやつが出ないっすね。うん、これはね、もう完全に僕もう脳みそがちょっともうこういう糖分に慣れちゃいましたね。うん、発狂が出ない。うん、いやでも美味しいっすね。うん、でもなんかすごい噛み応えがあるんで、なんかうんうんうん、あ、結構なんか、これはこれでうまいみたいな。うん。チュロス感はあんまないな。チュロスってなんか、しっとりしてる感じ。ミスタードーナツのチュロスあるじゃないですか。あれめっちゃ好きなんですけど、僕。チュロスめっちゃ好きなんですよ。だから結構、チュロスの感覚で食ったら、意外とチュロスじゃない。みんな、中にチョコが入ってるみたいな。なんでだ、これ。こういうお菓子あるんだよな。チュロスじゃないんだけど、なんかこういうお菓子があるっていう。なんだっけな、名前わかんないけど、うん。結構サクサクしてますね。うん。あ、これはこれでありかな。うん。うん。そんな感じでちょっとちっこいのが4つ入ってますね。うん。もうこれはこれで、ありなんだけど、240円するんですよ。ちょっとなんか、もっと安くていいんじゃないと。うん。個人的には、ちょっと思っちゃいました。一個食って。感じたことは、それですね。はい。じゃあ、メインディッシュ。フィレオフィッシュね。めっちゃ久々。いやー、もうフィレオフィッシュはね、もう大好きなんだよね。この、バンズ?これ上のさ、パンがさ、フィレオフィッシュだけめっちゃふわふわしてない?そう、このフィレオフィッシュのパンがね、めちゃくちゃちょうどいい。でね、フィレオフィッシュはこれね、魚なんでね、まあ、タンパク質でチーズも入ってるから、まあ、結構タンパク質の含有量で言ったら多分ね、マックのハンバーガーとかでも結構まあ優秀なんじゃないかなと、僕は思ってます。まあ、一番優秀なのは炙り肉厚ビーフ。あれは熱い肉のね、パテとチーズが入ってるから、あれは結構ね、優秀なんじゃないかと。うん。という感じで、たっけーす。
いや、うん。ああ、これは覚醒剤だわ。決まったねー。ああ、決まるわ、これ。脳みそはもう、ブワーン、ドーマミンがね。うん。こいつはやべえわ。法律で規制しやがれ、マジで。ふぅ！うん。いや、フィレオフィッシュはね、うますぎるんですよ。僕ね、マヨネーズ嫌いなんですよ、そもそもね。で、まあ、僕、マヨネーズとタルタルソースって、全く別物だと思ってて。で、タルタルの中でもこのね、マックのタルタルがね、めちゃくちゃちょうどいいんですよね。うん。これはめちゃくちゃね、うん。このマックのタルタルソースはね、今でも好きなんですよ。うん。まあ、味覚障害、まあ、マヨネーズなんか食ってる人って味覚障害だと思ってるから、僕ね。なんだけど、タルタルとマヨネーズの違いもわかんないのかってね、言いたくなるんですけど、まあ、そういう話はまたいつかしますけど、うん、これは、いや、いいね、この、このフィレオフィッシュのこのね、あの、魚のこのフライがね、すごい、ふわっとしててね、で、チーズとこのタルタルのこの、マッチングがね、たまらんですね、これね。うん。ああ。いや、レンチンの体に染み渡りますね、これ。うん。うわ、うわ、こりゃ決まるわ。うん。やっぱね、マックはね、久々に食うマックがうまいんですよ。これを毎日食うと、多分、慣れちゃうし、飽きちゃうし。だけど、たまにこういうね、ハンバーガーを、たまに食うからうまいんですよ。たまに食うっていうこのね、期間を空けるっていうことが調味料になって、さらにうまさを引き立てるんですよ。だから、そう。僕はね、そもそもこれマック好きだから、まあ、できることならね、毎日食べたいけど、やっぱり健康を意識するようになってから、毎日食べるっていうのもちょっとやっぱりその、罪悪感を感じるんで、それでストレス感じちゃうんですよ。だけど、たまに食うことによって、心の栄養にもなるし、あと、たまに食うからうまいし、みたいな。そう。刺激になっちゃいけないんですよ。ドーパミンになっちゃいけないんですよ。うん。まあ僕はこういうジャンクフードも好きですけど、まあ野菜とかも好きなんでね、基本的に。タンパク質。サバ缶とかも好きだし、まあ食べ物はね、美味しく食べるに越したことはないんですよ。うん。健康的な食事も美味しく食べる。そう。それはやっぱりね、何よりね、そう。幸せにつながるんじゃないかなとね。僕は解釈しておりますけど、うん、ちょっとうまいなぁ。でも2個ぐらいいけちゃいますね。そう、フィレオフィッシュね、今ね、そう、結構さっきのこのチュロスと一緒でちょうどいい温度なんですよ。僕ね、熱々のフィレオフィッシュ一回食ったことがあって、かじった瞬間あのタルタルソースが思いっきり下にこびりついて火傷した経験があるんで、そう、もうこんぐらいの温度でいいんですよ。熱々を食べるとね、よくない。うん、やっぱりこういう炭水化物も冷ますとレジスタントスターチっつってね、食物繊維になるし、で、冷めることによって、ちょうどよく硬くなるじゃないですか。だからちゃんと噛むから、まあ、ちゃんとね、そこで満腹中枢も満たされるから、そう。やっぱね、あんまり噛まずに食べちゃうと、こういうのはやっぱり、GI 値が高い。血糖値が上がりやすいんでね。うん。うん。うん。いや、最高だね。という感じで、うん。もう話すことないわ。ぶっちゃけ言うと、今回の動画、こっちがメインだったんだけど、今回はこのフィレオフィッシュがやっぱ、久しぶりに食ってうますぎたんで、うん。趣旨が変わりました。フィレオフィッシュ最高です。はい。まあ、これはこれで、うまいんだけど、ちょっと240円はちょっとね、ちょっと出しすぎ、高いかなと、思います。はい、という感じで、もう、ちょっとゆっくり食べたいんだよ。切るわ。うん。
社会に出るつらさで酔いざめのギター、よく聞きあさる誉れ、会ってすぐディナー、何があった